それではただいまより第4回熱海2030会議を開催いたします。私本日の司会を務めさせていただきます熱海市役所観光経済課産業振興室の小山でございます。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。それでは開催にあたりまして熱海市観光経済課長の辰巳よりご挨拶をさせていただきます。皆さんこんばんは。この回もですね4回目を迎えまして、熱海のですね新しい可能性が徐々に、見えてきたんではないかなというふうに思っております。でこれまでリノベーションということで、建物のリノベーション、それから空間のリノベーション、それから産業の面でのリノベーションというところで話をしてきたと思いますけれども、本日、行う、今回のテーマはですね、熱海を愛する熱海に関わってくれる全ての人に対するリノベーションだと思っております。ここがですね、これからの一歩上の熱海行くための試金石になるんではないかと思っております。本日の議論を非常に楽しみにしております。どうぞよろしくお願いいたします。以上でございます。それでは今回のテーマ福祉と健康につきまして産業振興室の長谷川よりお話をさせていただきます。皆さんこんばんは。産業振興室の長谷川と申します。よろしくお願いいたします。本日のテーマは福祉と健康ということで熱海のですね特徴的なデータとかですねそういったことをちょっと私の方から少しお話をさせていただきます。よろしくお願いします。まずこちらをご覧いただきたいと思います。ご存知の通り熱海は温泉で、有名な土地ということでございますが、明治18年旧機関というですね日本で最初の温泉保養センターみたいなものができました。温泉で体を癒していただく、特に呼吸器なんかの、病を治していただくための医療施設が、当時できました。で熱海は温泉地ということで、温泉の利用の仕方は様々ですけれども温泉地の、効果ということで温泉そのものに入っていただくと、温まったりそれから、お肌なんかがこうツルツルになったりとかですねいろんな効果がありますけれども温泉地の効果としてはですね温泉直接入るだけではなく、そこで精神的なリラックスとかですね、そこで運動をしてみたりということで、温泉地の、健康に対する効果というのは様々なものがあるというふうにされています。で、こちらはですね熱海市の健康診断を受けていただいた方のデータとかをこれからちょっとご紹介させていただくんですが特徴的な、数字といたしましてまず平均寿命というのを出させていただいております。全国的には男性が 79.6 歳女性が 86.4 歳ということですけれども静岡県は比較的、全国でも数字がいい方とされてますけれども熱海市の場合は全国の数字を下回っている状況です。で死亡の状況ということで下の段に出てますが、この真ん中の線が100というですね数字になってまして静岡県の平均値が100というふうにしたときにですね熱海市がどれぐらい悪いかっていう数字なんですけれども、全死亡の状況からいろんな、悪性新生物それから循環器の疾患とかですね脳血管の疾患それから糖尿病もですね、男女ともに、静岡県の平均を上回っている状況ですと。でこちらがですね、ですね種類別に分けたものです。100という線がありましてまずメタボという診断を受けた方黒い点が男性赤い点が女性になりますが男性が少し悪いとそれから肥満というところでいくと、男女ともに悪いで高血圧も、平均値を上回っています。で脂質異常
まあ、糖尿病ということで、ともかく平均値より高いんですね。で、特に特徴的なところといたしまして、右端の習慣的な喫煙者というところがありまして、熱海の場合は、男性よりもさらに女性が 213.7 という数字が出てまして、かなりの喫煙率が高いと。で、さらにですね、女性の65歳から74歳に限定しますと、もう枠を超えてしまうぐらい 317.2 ということですね。喫煙率がすごく高いという、そういう街です。で、ちょっと違う話になりますが、熱海はすごく坂が多い町でございまして、少し古い平成7年の国勢調査のデータから、長崎大学の方が調査した、面白い数字がありまして、いわゆる市街地という定義として出したものは、人口密度1ヘクタール以上の、ヘクタール以上40人という定義があります。それから、平均傾斜度が10度以上の市街地を斜面市街地という定義にした場合ですね、全国でどれぐらいの、数字を持っているかというとですね、熱海市が断トツで市街地に対する斜面の市街地の比率が高いと、長崎とかですね、佐世保とか、それから、まあ、神戸とかですね、いろいろ高いところもありますけれども、熱海は狭い中がほとんど斜面ということになっております。で、さらにその中で、こんな町なんですけど、斜面の中でもそこに住んでいらっしゃる後期高齢者の人口比率もすごく高いと、住宅地が山の手に多いです。それから市営住宅も山の手にすごく多いということで、そこには、高齢者の方がたくさん住んでいらっしゃるという状況です。で、市営住宅の状況ということで世帯状況を見てみますと、高齢者が、まあ、単身で住んでいらっしゃる65歳以上の単身世帯というのが 38% いらっしゃいます。それから高齢世帯ということで、世帯全員が65歳以上という世帯が 15%、 一般世帯が 47% なんですけれども、まあ、その中にも高齢者の方はいらっしゃるという状況です。すごく単身世帯が多い、それから高齢者だけの世帯が多いという、市営住宅の状況です。で、こちらは静岡県の市町別の一人世帯の割合ということで、熱海市は、まあ、群を抜いて数字が高いと、まあ、半分ぐらいが一人世帯の状況になっているということです。で、早速なんですけれども、これから福祉と健康というテーマでですね、今日たくさんの実践者の方に来ていただいておりますので、ぜひこんな方がいらっしゃるということを今日いろいろ知っていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。で、ここからは座長の清水さんの方からお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。